時刻は午前1時になりました。霜降り明星の粗品です。せいやです。毎週金曜日のオールナイト日本は我々霜降り明星がこの後3時まで担当させていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、決まりましたが。決まりましたかあの、発表ありましたね。えー、どれですかね。東海オンエア復活めでとううまもよ、あれ。くそ。くそ <laughs> 集団。 とにかく、虫眼鏡おめでとうなんで虫眼鏡まだとしみつとかおめでとうありとま出てこない。夢丸おめでとうなんで夢丸やんや。会二人。公開もやの会二名やろ、それ。俺、としみつしか知らんねんけど。あ、そうなんあ、じゃあないわ。違うよ。あ、すいません。違うでしょラジオが。ああ、それか。オールナイト日本が続投ということで。それか。おめでとうございます。 我々もね、えーえー、来年からもね、ね来年度からも、うん、一緒です。発表されましたんで。発表されたね。うん。いや、じゃあその、祖品さんがね、ずっと、うん、いや、終わるかも、みたいな。<ー>そうずーっと引っ張って、うん、この終わるんちゃうか、みたいな思ってる人がいるかもしれないんでね。うん、うん。東海オンエアの素材来た <laughs> ななんか写真、写真みたいに来た何か来たぞ。何かこのタイミング。あ、オールナイトニッポンの。オールナイトニッポンの。優秀ですね。メンバー。いや、遠くないわ、お前、こんな新しいメンツで。山田祐希が月曜入って。もうどうでもええわ、こんな。高橋文也。おー。もうこんなん渡すな。何やねん、こいつ。j 1こいつ JO1 一人。どういうことやん、j 1ってそういう人に。野上君。どういう意味や野上君が大口開けて。 松田よしか。なんて読むね、これ。細かい。おー日向坂放送。おい、とにかく全員刺すな、お前。えめちゃくちゃやから、今。もう。お前が始めた物語やろ。え、エレンか。お前もやで。エレンか。え、すいません。そういうのだけそういうのだけ知ってるから。あー。いやいやそんなんじゃねこの、オールナイトニッポンのこのメンバー別に関係ないんですけど。あのー、匂わせてて、俺が。ずっとね。はいはい。続投ということで。よかったねー。飯はいかず、まだ。 みんなでね。この打ち上げみたいな。そろそろいって、いずっと言ってるけど。まあまあまあ続投ですよ。何年目ですかラジオ。おゼロ時これが4月から6年目 ?2 部も入れたら、えー、マジかよ。6年、そうか、6年毎週金曜日、有楽町来てんのか。ほんまや俺らろ 6, 6年金曜日、 な,ない,人生いやいやなな、ないことない。金曜日、失われた人生。違う違う違う。大切な仕事いやいやな、ないよ、金曜日が。あんね,んあんねんない。光栄やね <laughs> ない、金曜日。失った。<laughs> いや、失ってないけど。失われた金曜日。いや、6年って、すごい年月ですよね。6年あ<ー>いや、だって、うん、その幼稚園の年中さんが、はいはいはい。小学5年生ぐらいまでなるってことでしょ 1> 小1スタートでええやろ。 すごいですよ、この成長は。1> いやいや小1スタートで、まあ、小6ないし、中1の方が綺麗やね。年中さんが、<laughs> 小5ぐとか小4になる。ピント後編。でかなりますよ、これは。でかなるね、これ。えー、いや、これめでたいね。いやもう間違いなくめでたい。<ー>今年も、来年も。年も金曜日皆さんにあげますんで、我々。<laughs> 捧げます。捧げます、本当に。 毎週金曜日。毎週金曜日。5年通った。すごい。そうですね。うん。<ー>すごい、ゼロ時代から。ゼロ時代から。6年目ですよ。ねえ、いやいやいや。で、先輩方はもっと長い。オードリーさんとかは何年やってはんねやろう。15年。1年。でも、あ、一部上がって15年ですか 最初から一部。最初から一部だ。そんな時代があった。<laughs> いいなぁ。<laughs> 俺、<laughs> 俺ら二部で、俺おかしなったからな、ギター弾いて。あれしんどい、とか言って。<laughs> しんどいって言って。原曲キーで歌わせて。<laughs> お前くらいねんな。友達おらんねん。<laughs> ほんまに、この、ラジオ終わりに畑さんにマジのトーンで。<laughs> うん いや、せいさん、大丈夫っすよ、おもろいっすよ、って。ええ励ましてもらったからな。だったな、それ。俺、目真っ黒なって、畑さんにね、俺って終わってますよね、みたいな、ずっと言って。何やったん、あの人。畑さんが、せやさん、大丈夫っす、あの、おもろいっすって。ほんまに言ってくれたもん、そのノリなしで。覚えてるわ、その、とぼとぼ歩いてたもん、当時。アークの楽屋、心配しようかな。そうそうそう。 すごかったもんな、その時。ちょっとおかしなってたね。あれ何やったん結局。骨折やばとか言ってた、なんか。ああ、まあだから普通にちょっと病んでたんやろうな。病んでた。<laughs> 芸人が。病んでた。あれだ、ちょっとそうやな。えー、あのー、まあなんか、そうね、こう、まあおもろく、そうな、言いたいねんけど、まあだから。お,おもろく言ってよ、できれば。なんやろ、こう、仕事でこう、くらったりとか。はい、くらったりとか。なんかいろいろ、 まあ、メントルやられてたんちゃう,うん、おもろく言ってよ。<laughs> おもろく言ってよ。凹 <laughs> んでたんやろな、なんか。ああ、ほな、心配やけど、<ー>まあまあ、結局、おもろくして終わったっ。あってあったね。なんか、なぜかギター持ってきたもんな、とか。粗品さんが、ずっと、<ー>ずっと体調悪かったりね。その、喉とか、歯とか。あ、もう、それも継続してね、今いろいろ申し訳ない。たりとかした中で、6年。 6年目に突入鈴木良品さん来てもらおう、また。ええわ、おい。テセウスの船。優しい。ええねん。オールスター患者祭でも終わりや。テセウスの船は。あんな盛り上がらんことあるいやいやいや、ちおもろかったな、あれ。知恵の吐くぐらい滑ってんけど。いやいや、俺、1年目思い出したもん、あの、粗品が連れてきた大学生時代。 まあまあ、ゼロ<ー>チャンスではというような。劇場の作家とか全員、あいつ辞めさせろってなってた。<laughs> 石川ってやつ <laughs> あいつつまみ出せみたいな。め、なんか何、何文豪ですか劇中のセリフを言って、ああ<ー>、滑って、許さないぞまだ許してないぞ文豪、うん、って言ったらほんまにみんなテセウス忘れてて、もう、<laughs> 滑っちゃって。これでもかってぐらい受けへんくて。 そうやな。うん。で、鈴木さんめっちゃいい人やから、すかさずに。うん。<laughs> ああ、そうやわ。そう、中ぐらいの声で。はい、まさじぃうわぁ <laughs> <laughs> ほんで、どうなんねんって後ろで見てたら、ーはい、トークで巻き返してたな。<laughs> <laughs> <laughs> そういえば。高速でな。<laughs> あのこれ最終回に今田さんが「おー共演者!」みたいなもうそこで全て「テセウスの船」ってやってたもんな最終回あ鈴木さんとあのすごい感動的なやつやったんですけど僕があの髪の毛つかまれててあの鋭ハゲてたっていうのがトレンドになってました危ないトークでまあそれで受けて最高におもろかったなわけわからんかったなだから「テセウスの船」のことはもう忘れて 鈴木亮平さん来ていらんか <laughs> あそうか今でも進行あるんですか<ー>鈴木亮平さんあいやまあでもそういう現場とか<う>あのバラエティだった時に、まあ、そういう話はしますけどかなかなかやっぱバラエティ出る人でもないんでねほんまやなめちゃくちゃ俳優やろあの人いや大俳優やでそうやんなおにちじ、えー、日曜劇場めちゃくちゃ連続で出てんもんな出てる役作りもえぐいでしょあの人 ほんまにこれ、その、俺との絡みでめっちゃ売れた、うん、あの人。その、え火、えー、にならんぐらい売れていったの。えー、お前が売らした。売らした。いやいやいや、えぇ、ー、いや、テセス,スのあの盾、以降。盾。聖夜バーサス。いや、お前が売れ、んお前の時そのもう売れてさえで、うん、鈴木亮平さんめちゃくちゃ悪いけど。いや、売れててんけど、そう主役張るような俳優じゃなかったの。<laughs> とんでもございません。<laughs> <laughs> 主役を張る俳優でございます。いや、今、爆売れやから。お前、お前でちょっと失脚したぐらいやで。えー、売れ方失速したぐらい。失足<脚>。聖夜と絡んだんで。失速じゃなくて、失脚失脚です。いったん。いやー、鈴木さんすごいね。いや、もう当時もすごかったですし、すもうそっからどんどん、もう日本の、 もうど真ん中ちゃう,うど真ん中やなぁ。いやぁ、お手紙いただいた撮ってますよ、未だに。だから、飛び入りゲストって、そう考えたら、結構おったよな。鈴木平さんなんかもサプライズやったでしょすごいびっくりしたね。なんか、粗品さんがなんか、オープニング巻こうとして。そうやわ。なんでこんな話、途中で終わらすねん、<ー>みたいな。俺が。そうやわ。そう、なんかボケても、なんか、まあまあまあ、みたいな。そ,<う>それこそ、テセウスのトーク。 かなんかそうやったらなんか切ってくるなみたいなはいはいどうしたどうしたみたいな思ったら控えてたっていうねそうやなドッキリドッキリやったなドッキリやから変ちょっと噛み合わんっていうマジのドッキリでしたホ本間のドッキリうんまあそうやなこの間も話題上がったけど吉ーも鈴木亮江さんと吉ーやろその突撃されたの 突撃はもの突撃いんてびっくりした突撃はその辺やな。<laughs> あ、あれそうか、ソシ品さんも知らんかったんか。うん、俺も。なんか。ソシナの MC イベント終わりやろ、一緒に。そうそうそう。<laughs> この後ラジオなんですよとか言ったけど。ほんまに。知らんかった。ええどうやって、もう。マジで、山賊見てったな、全員。化け物や。身ぐるみ剥がされんのかと思った。<laughs> ほんまに。ええー、めっちゃ怖かった。うん <laughs>。あと、乱に受けはないですよね。 ま、ヤーレンズさんとか。あ、来てくださいよ、みたいな。かヒコロヒーとか。ヒコロヒーな。んか俺らがヒコロヒーの話してて、たまったまなんか来てとかはあったかもな、乱入で言ったら。いろいろやってんな。6年目ですから。だって、なんやっけ、YouTube でな、その下フリーチューブで、このオールナイトニッポンの記念すべき最初のゲスト誰でしょう、みたいな。そうやな、クイズが。クイズが出て、全然思出んかったもんな。 確かに。畑さん覚えてます覚えてるか。うん失礼しました。実はね。そう。いや、これリスナーも。いや、一瞬分か、うん、わからんわからんみんな忘れてて思う。一発目のゲスト。が意外と、堀さんっていうね、うん。そうやねんな。トム・ブラウンさんとばかり思ってました。ああ、確かに。堀さんな ホリさん来て、ホリさんとかタチキさんとかな。あ、そうやな。タチキさんも来てくれた。タチキさんも来てくれた。そうや、タチキさんで言ったら。ええ。カイジじゃないっすか。いやーよかったですね。ナレーターですからね、カイジの。ほんまやな。うん。最高やな。え、今日か。今日、福本先生とお会いしました。いや、すごいね。いや、これすごかったわ。ど、どんな話いや、あの、はい。 え65歳な、あの人。すっごい若いわ。十5歳か。ファッションも。見えへんよな。ね、見えへん。ジーパンに、チェックのシャツ開けて中 T シャツ。カイジやん。そマジでカイジ。シュークカイジやん。いや、カイジやったな。チェック好きやもんな。好きやねシャツ開けて。ええー。いや、もう、せいやさんの話も好き。嘘 <laughs> <laughs> マジあの、あれですよ。 せや、あの、せやさんとは、お食事一回したことあるんですけど、みたいな。先生言ってた言ってた、言ってた。えそうですよね。オフでオフでオフで。最初に会ったとき、あ、おはようございます。はじめまして。あ、はじめましてか。俺、はじめまして。あ、そうか、そうか。周りの関係者にわかるように、福本先生が、いや、あの、はじめまして。せやさんとはね、はいはい。行ったことあるんですけども。おおおお。はじめましてですね。おお。なんで、まずは、せやさんの名前も出て。うわいや、それで、何展示、あの、 オフ、でもな、オフでなんかあれ、どうなんですかとかはちょっと聞けずに。ああー、なるほどね。そうやねちょっと、ご挨拶ももう直前みたいな、前進。まあ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 。でもだからその分もカメラの前でめちゃくちゃ聞いたけどな。えそれ何で見れんの <laughs> <laughs> ?YouTube 上がってんのあの、オリコンニュースみたいな <laughs> あ。あ、上がってるかも。ちょっと見たいな。もうだから、カイジ今、休済中ですかそうなんや。あの、現金輸送して。<laughs> <laughs> 今なそう。元嘘へ。<laughs> なんか隣のおばあちゃんのとかなんか、いろいろごちゃごちゃあったやろ。じゃな、一軒家や,やったらな、なね、バレるみたいなな。で、うん、それもどうなるんですかとか聞いてもうたけど。えー、言いそうになって、まあ、控えたりとか。開示休戦。いろいろ書いてはんもんな、だって。いろいろ書いてある。いや、すごい。いやいや、なんか、すごいこと言ってたで、その、<え>限定じゃんけん誕生秘話みたいな。ほーん。なんか、元、え、々、ー、もともと銀と金とか。 おその赤木かなってジやる前にそういうのやっててはい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 で新作書くってて編集者さんとのやり取りではい<う>なんかじゃんけんはい<う>その福本先生やったらじゃんけんでも面白くできそうですねみたいなえー、なんか見たな<っ>それにネットニュースで言って<う>もうそれをこう真に受けてじゃないけどじゃあおうこういうようなやつで決まったら限定じゃんけん考えてみたいな え、限定じゃんけんがもうイジの、結構最初のきっかけになったってこと、うん。っていうことかなあの話のえぇー <laughs> <laughs> すげえエスポアールやもんなもだ,っだって。エスポール、あれ船だからいいんですよって言ってたわ。逃げれない状況で。飛行機とかじゃなくて。あ、ね安藤の文句も、もう言わせてもらいました、俺も。おー。 そういうのええよな、作者に届くん。藤いや、そんな対局な、初めてだった最低のキャラやからな、アニメの中で漫画とか出てくる。最低ですよ、あいつ。最低。しかも、俺もちゃんとそこは、あの、コンビで嫌いなんですよ、って。せいやのこともちょっと入れて。ありがとう。お前に教えてもらったかな、会場ああ、ありがとう。いや、アコンビで大キャラなんですよ、おおおって何て言った言った。あははって、笑ってくださったり。えしてましたよ。 え、な、なんで、ほんで、ど, <laughs> どこ、どこが嫌いっすな、安藤の。最低って。えー、ご自身ではそんな最低とか同調とかもなかったけど。なるほど。俺言ってたらモノマネすんのにな、安藤の。わん<ー>まやなそこでな。眼鏡光って。え、カイさん違いますよってあのな。<laughs> すぐ開き直る感じな。あとは、その、あ、オフで唯一喋ったのが、はい。いや、もう大好きで、みたいな。はい,はいはい。だから、カイジがお好きですかって言われて。おー、これ大事やな。 そう。大事。大事や。で、いや、カイジももちろん好きなんですけど、う赤木とかもめっちゃ好きで、もおもろいよ。違う作品言ったら、ああ、なるほど。うんうんうん。黒沢とかって、黒沢おもろいで。おもろいよな。いや、もちろん、めちゃくちゃ好きです。いけ。黒沢の、え、あの、中根ってやつが、俺もなんか覚えてたから。ナイス。中学生の時から、うん。ハワイでカジキを釣ってたと。なんかあったな。 趣味で、みたいな。それに対する先生の突っ込み。いえ、その、道楽の切り札やん。それは。取っておけ、晩年に。うん。めっちゃ好きですって言って。ほんならめ、大変喜んでくださって。そんなギャグ要素の多い。はは黒沢とかそっち系も、芸人さんだから、うん。どう思われてるのかな、みたいな。いうおっしゃってました。めっちゃ腰低かった、だから。すごいよな、あの人。すごい。 できな人。いや、黒沢これ、見てない。<laughs> 見てない人、黒沢見てください。めっちゃおもろいねん、これ。アニメとかないんですけど。黒沢伝説な。あれ、めっちゃおもろいな。マジでおもろいから。その、怪事のおもろいとこだけ集めたみたいなのが、黒沢なんですよね。ギャンブル要素なくて、この、結構日常の、ああ、そうやな。なんか金ない人生、 終わっていくみたいな。生誕生日に軟骨定食食べるみたいなな。ギャンブル、得意じゃない人でもおもろい,いうそう。ズドン戦みたいな。おもろいよな。あれ、おもい。金持ちとかにならないんですけど、黒沢おもろいな。ほんで、その今日がもしラジオじゃなかったら、はいはいはい。もう俺は、その聖夜さんに、昼に LINE してたこと一見あんねんけど、お前、ええやつやな。<laughs> 俺にプレゼント。<laughs> プレゼント。これはもう絶対、 聖夜に言わなあかんなんっていう、はい、知ってたら申し訳ないんですけど。はい、今、福本先生が、ま、その開事を救済してまで、うん。新作書いてるの知ってる知らん。え、あの、マミアじゃなくて。あ、違う。闇はの、マミアじゃなくて。うん、最近、ハマってること、いろいろありますよね。うわ,<ニ>うわ、嘘やろイニミマジかよ 最近先生が、ま、新連載で、マジかよ。地獄ゴルフってね。うわ <laughs> 見てー <laughs> いやいや、俺、ちょうどいい時初めて、え、マジおもろそ。おもろそすね。マクモスさんかけるゴルフ地獄ゴルフ。二階堂の地獄ゴルフみたいな。何やねん、それ。なんからしいで。<laughs> いや、おもろそ。まあ、いい、なんか、軽く聞いたんは、 えー、ちょっと年老いてからプロに目指す、うん、プロなるなるって慣れてない、<う>ちょっと年老いたゴルファー、プロゴルファーになり、<う>なりたいけど、お<う>みたいな。を<う>、いろんな谷町たちが、<う>とのなんかやりとりとか、なんかそっち系らしいです。支えるみたいなうん、支えたり、おもろそう。どうなんでしょうか、こう、あれしたりとか、そういう感じらしいね、えー、<ー>俺、一番ストライクよ、それ。 織部、ね、金次郎もそんな話ですからね。ああ、そうか。売れへん、あの、プロゴルファーが街のみんなからお金集めて大会出るっていう。ね、おもろそうだな。これは。いやー、すげえなー。<laughs> <laughs> 人生おもろい。<ー>いや、その作品あるから頑張れる。え、ね、マジかよ。おもろすぎるもんう、ね。そう、地獄ゴルフは絶対すぐ。うん。連載中。マジかよ。いや、おもろい結局。 そうマージャンゴルフ、うん、やっぱおもろいねんなこのコンテンツとして将棋とかマージャンゴルフとか娯楽娯楽やなおじさんのおもろいねやっぱねおもろいんですよね、まあ、釣りとかも釣りバカとかいやーゴルフ来たかゴルフ来てたこれはおもろかったなちょうど今ゴルフハマるとこやから俺もうち ゴルフとマージャンのことばっかり考えて最近めっちゃおもろいなやっぱゴルフマージャンおもろいねマイライフやんマイライフの趣味やっすぐうわいいですねいやいやほんまに粗品さんもうありがとうもうマックスの動きしてくれてそうやって俺にこラジオでいやいやそんなだから粗品さんはもう完璧よ 正直相方としてねマジでうんありがとう下セんのはその吉本だよ下セぬ下セぬ理解できないって理解できないなんでですかいやその2人で好きとか言ってラリ、たりねラリーうん言ってたらラリー言ってたらラリ可かわいいあのその俺が勧めたとかうも結構そ知ってるはずやねんけど そうその粗品だけ一人で呼べるこのデリカシーのなさいや吉本はおかしないかいやコンビで好きって言ってんのにその一人だけいや吉本粗品も完璧よ吉本その血の通ってない部分このおもろいわこれがうんこれはおかしいなでも吉本に話聞いた時え何吉本がせいやさんもどうですかみたいな言ってくれってこと ほんまやったらないや、これね、せいや、もうめっちゃ一番好きなんですよ。ああ、なるほどね。売り込んで。うん。血が通わんか、そこには。悪いけど。いや、どうですかね。いや、スケジュールとか今日大丈夫やったんですかうん、今日全然その時間、ああ、いけた。何にもなかったよ。うーん。めっちゃ、めっちゃ狭かったでステージ。あ、一人しか立てないみたいな。もう、ほんまに、ほんまに狭かったよな。もう 二人で限界です。あれさらに無理。<laughs> どんなせ、え、そう、エレベーターみたいなところでやったん<や>その、ぎゅうぎゅうマジでエレベーターより狭い。んまあ、ほんならほんまに。ほんまに狭かったよな。キャパオーバーやキャパです、これは。え、そう、客席のキャパとかあるけど、演者のキャパ石祭 <laughs> 重量が。演者のキャパがない。<laughs> でっかい沼の、 前で。沼のお前シャツ着てたな何見てるな。沼のシャツ傾いてますかみたいな言ってたやろ、ほんで。めっちゃチェックしてる、俺。まあ言うな、一応。いいね。言わしてもらって条のな。一条、一条。あ、いいですね。一条もおったし。そう、展示会がすごかったよ。いや、ちょ、楽しみやな、展示会。さあ、入り口で。はいはいはい。サイコロ3つ、触れて、チンチロみたいな。ああ、出た。出た目によって、うん。ペリか。 出会いの通貨、チカチンチロな。あれもらえて、で、ぐーっと進んで。いろいろあったで。チカチンチロの話はあ、チカチンチロの話できへんかったな。うわぁ、いやいや、そんなん。ンチロやねんいや、そうやねん。賃治あの、でもなんか、書いてもらって、俺の似顔絵みたいな。はい,はいはいはい。で、それがチンチロしてたから、うわぁ、ありがとうございます、とかは、言ったけど。すごいな。愛と剣とかの話はしたで、ね。あの、の当それ。カップルが、うん,うん。なんか、 こう、剣、胸とか、足とか選んで刺すやつ。おうおうな、なんかな、えっとな、どこやあれが、なんか、何終わりやひょ、沼終わりかな外国人のなんか、ちゃんマリオみたいな。やつと、<laughs> <laughs> 階段にな。 三人座って。ヘルメットの上にランプついての、そ、そのゲームやる前になんか本で出てきたやつみたいな。なんかあったな。あの。愛と剣と。ああ、あったあったあった。渋い。例えみたいな。そうそうそう、ちょっとグロいやつとかも。そんな話はさせてもらって。いや、いいですね。めちゃくちゃ面白いな。めっちゃ伝わったんちゃう。いや、嬉しかった。いや、最高やな、あの人な。最高。おもろすぎるな、あの人。ええなぁ。いや、だから、 ま、その、やっぱ、コールオブデューティーはさ、その、俺が仕事したりとかさ、うん、その、だから、なんかこの、役割があるやんか。え、なんでお前だけコールオブデューティー行ったんや、あれ。<laughs> おかしない吉本さん、その、ちゃんと。ちち、それは吉本おかしい。<laughs> 今まで分けてくれてたちゃんと。ちちち、それも失敗してねサッカー部やから、ね、俺サッカー関係ない。いやいや。エイペックスやろ、お前。まだ。コールオブデューティー。<laughs> ブートキャンプ。ええハセシンとやってたよね。なんでお前がハセシンとやんね俺だろハセシンさーん俺の友達で、俺の友達や。あとしていくやろ俺不可解やな、今でも。たまにあるな、その。逆や。いやいや、好き。まあまあ、それはもうしょうがないんか。もう、発注先の判断。まあね。うん、それはあるな。いや、おもろかったな。 いや、いいですね。いや、これは本当に、その、羨ましいところじゃなくて、すごいことよ。いやいやいや、光栄です、本当に。我らが。福本先生、おもろかった。いや、ちょっと、その、ゴルフのやつ、めっちゃええな。俺もゴルフやろう。地獄ゴルフ。ああ、面白いですね。まだ、そんなんがあったりとか、はい。R1 グランプリが。お疲れ様でした、R1。お疲れ様でした。いやー。ピンクさん、おめでとうございます。ピンクさん、おめでとうございます。 すごい、ね、せいやさん、ちょっとあれでしょう。はい、ほら。あの、ピンクさん優勝した時、はい、結構来てたでしょう。ルセンいやいやいや、来てましたね。なんやったら、事前番組時からな。ああいや、そう。ピンクさんと奥さんの部位みたいな見て。俺ら、あれ見てたからな。そうやね。めっちゃいいんすよ、ピンクさんの奥さんが。な。電話で、そう。<晶>もしもし、つって。うん で、もう全然、ま、ピンクさんが、その売れてない頃からずっと付き合って、みたいなんで、結婚して。で、電話かけたのなんかね、気くにね。誰ですかみたいなね。そう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 。ボケで。いや、俺やみたいな。そうやね。直さんがボケはんねん。あのタイミングの電話って絶対、準決終わりやから、決勝進出報告やのにっていうな。誰ですかめっちゃええな。あれ、あれ思い出してね。あれ。うん。 と来たんですよね。ピンクさんが崩れ落ちたやろ、ほんで。崩れ落ちた、ね。あれ、絶対俺一発目奥さんのこと考えたと思うんですよ。<ー>やったぞー名前わからんけど、な,どな,なんとかって思ったと思うんですよね。なるほどな。あれで結構グッと来たなぁ。いやぁ、感動したなぁ、うん。あれで感動して、ザコシさんのカバ良かったのーで、あの、乾きました、涙。どんだけカバの乗り付けん ?2 回も出した。きつかったなぁ。どんだけカバのノリスケん <laughs> <laughs> 素晴らしい大会でした。カバ良かったのカバ、顔カバやんかあんまないって審査員が演者にカバのノリ。ないなぁ。あるノリするっていう。あるノリせえへんよなぁ。江里さんやないぁ。粗品さんも来てましたよね、ポンプさん。俺もシンプルに。ああ、いやすげぇなあれはちょっと泣いたな面白かったしないいい R1 でしたね。いや、これ、どうでした畑さん。いい R1 でしたよね。いや、ほんまにこれは。 いや、いい R1 でしたよ。みんな良かったよな。あら。あ、結果とか。はい、は,いは,いはい。の。わぁ、いい R1 やったな、これ。いや、面白かった。ルシファーさんなぁ。うーんー。とんでもないなぁ。いや、ケントも、トップバッ、あ、ケントちゃうわ。あの、マキシもね。マキシね。トップバッターで、4位ってすごいよな。うん、すごい。あそこまで残るっていうね。すごいねこれ。 本当にあのー、4分でんかよかったですね<の>見応えがあってあめっちゃよかったですね、うん、4分になったでいやーよかったねいやまああのー、お抹茶もな, <laughs> なんかいろいろあるみたいやけどいろいろあんねんなお抹茶ーまあでもん、うん、車濡れた結局 <laughs> 濡れたなんか今濡れてる仮眠トの車 <laughs> まあ、立て直しらしいけどな。<laughs> あ、そっか。同じメーカーの人が。<laughs> 燃えるというか、濡れたか。濡れてる、濡れてる。まあまあ、<laughs> そんな、よくわか,からんけど、まあまあ。いや、面白かったなみんな。みんな面白かった。いや、吉住もすごかった。吉住、まあ、惜しかったなあんな惜しいことないな二2票、2対3。いや、すごい、ね。惜しいねいや、吉住はすごいないや、まあ、でもあんまこんなん言いたないけど。はい。 懸懸念念しててたこと起きてるからな懸<念>あんだけ準備したのにあ<ら>ちょっとこれはもう批判じゃないですけど、はい、あんだけ r ワ1のことを心血注いでうわーってみんなでな、はい、チームに向で合ってやあんだけいろんなパターンもやったのに。 ルシファーとマチラピンクがファイナル残ってしまった。いや、まんまやったな。いや、そうやねん。もうびっくりマジで、ラジオで言ってた通りやった。ほんまに。顔似てんねん、液晶出た時に。ああ、まんまやった。まんまやった。まだ吉住でよかったけど。そやな。あれ、カツラ取った薩摩かいた。終わりやった。いや、マジで終わりやな。終わりやで、ハゲさんに。おーいやいやいや、ほんまに。懸念してたことが。めっちゃ怖かったわ、決勝出る時 開票うん確かにな怖かったな吉牛浦ピンクとかなるで <laughs> 危ないね吉浦ピンクとかそれでなくてもフロアから急にこれはほんまにリハでも言われてなかったけど陣内さんから開票しますってあっよその場で言われたからもうその時点で結構俺まあもうドキドキしてたから同点の可能性あると、うん、練習してないやり方やと確かに でもあれナイス判断よなその。ああまあ、ドキドキする。まあな。うん。あれはあるわ、ナイス判断。そうやな。うん。なかなか他の勝率でないからな、それ。確かに。逆回転柔軟に。あれはナイスですよ。ルシファー、町浦ピンク。似てた <laughs> 見た目が。見た目似てる。<laughs> いやいやでも無事。無事ね。あのー、いや、見事でしたよ。見事、ね。進行もね、スムーズ。かつ、やっぱ時間ないな、ほんまに。 ないなあこれ本当 R1 のね、その、文句言ってる人とか、ああその、なんか、演者との平場の時間、短いみたいなの言うんですけど、ああやっぱ、M1 より1時間短いでしょあ、そうやな1時間短いんですよ、皆さん、賞ーレースの中で。ああだから本当にあの平場が短いんですよ、R1 って。 そのおかげでより多くのネタ見れてるからな、うん、決勝9組8じゃなくて9組と、うん、しょうがないねんな,なんかあそこの平場だけが時間が伸びたらななと思うんですけどねもっと広げればう、ね、もうそれはもうしょうがないよなもうどんどんやっぱ審査員のコメント聞きたいしな聞きたい絶対聞きたいやっぱ主役は審査員と、うん、ね出てる人なんで、ね、やっぱりどんどん進行した方がね よかったねでもうんいやよかった大炎上もなくなかったですよねいねよかったねだからあのー、途中ねちょっとあの歯医者コメントとかがあまあねなったとこも粗品さんのいや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 そこ先行きましょうみたいな,なあまあまあまあ、まあ、落ち着いてたねおいそうやな冷静にもう進行はできてたねうんいや本当によかったですよ今年の「r ワ1は これは良かったね。ー今まででは一番良かったかもな。アリスちゃんも一番良い,い顔してた。<laughs> <laughs> ま、これでいいですよねっていう。もう、えーうん、このネタが面白いっていうことがいいですよねっていう。うだ無駄を省いて我々の。本当そう。ソリッドに。ソリッドですよ。良かったね。うんもう、そうそう、オープニングだけちょっとね、喋って、もうあとは、うん、ネタ、ネタ、ネタという。いや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 。うん いい大会で売れてほしい。いや、ピンクさん、こっから。ああ、いや、ピンクさん、売れてほしいね。やっぱほんで、ちょっといろんな種類のピンネタ見て、やっぱ集まるなや、っぱはあ憧れるなとかな。こんな笑いの撮り方。や、っぱかっこいいっすね。かっこいい。うーま、うん。薩摩川とかもかっこよかったないや、すごい。すごいぞ。ピンネタってやっぱすごいんですよね。ようやらんわ。 うんいや、だから、あのー、うん、終わりで飲みに行ったのよ。<ー>ケントと、マキシと。はい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 。まあ、その、たまたまヒコロヒーもおって。うん。で、ザジィもおったかな。ああケントはほやほやや。そうそう。まあ、俺以外全員ピン芸人で。おもやそうそうそう。おもや、まあ、みんな結構集まってたなああ、そう。よかったな、今年の R1 みたいな。おー。いや、むずいなみたいな、r ンが一番。まあ、な、 むずいわないや、難しい。やっぱ漫才みたいにこの、ここ直してとか肩もない分。そうやわ。いや、難しいね。R1 は。審査員との相性もあるし。めちゃくちゃある。だから審査員の数は、なあもうちょっと増えてほしい、うん、気もするけどね。そうやな。うーん、でも、いや難しいって言ってたなぁ。ケント。 ケントも、うん。8位やもんな、ケント。めっちゃ受けてたけどな。受けてたね。1受けぐらい。そうね。受けてたな、受けで言うと。うんうん。手、うん、数も多いからな。手数も多いし。寺田くんも受けてたしな。寺田くんね。いや、こればっかりは難しいし。うん。で、お抹茶も最下位やけど。うん。なんかこの、お客さんの層がね。 そうやねんな結構寄せそうなんですよすごいまああの老若男女というかう、ね、結構おじさんおばさんもいやちらほらおってお意外とこの m 1とかもそうなんですけどね、うん、このなんかいろいろいたりとか、うんうん、だからちょっとお抹茶を客層によっては全然1位もあったよなそのあったな最下位か1位かみたいなネタやしあったな もお,おもろかったなお抹茶おもろかったいいねいや素晴らしかった全員ね素晴らしかったねうんやつなるねやつなんのよこれほんまにいやールシュフなんか、うん、ルシュファーさんとかマチューロピンクさんいやあ聖夜っぽいなーとかさいやなんか、うん、だからちょっとこの葛藤というかねうんあまあこの生意気な話やけど MC うん、MC じゃな、まあ、MC ももちろんね、この、うん、やりたいって言ってできるわけじゃないから、うん、そのやってくださいって、ね、言ってもらえてやれるもんなんで、もちろん MC は MC の戦いがあるんですけど、うん、やっぱほんまはここ挑戦してたんかなとか思ったな、めっちゃ。熱 <laughs> 熱い、ね。っていう世界線、そのピンネタが完成してた世界線。あまあな。その、節っせい,せいはそのは、ピンネタではないんでね。うん、あ,あ、そうか。うん、楽屋のりが、 ま、あ勢いで若さと25歳とかで決勝。す、ほんまやな。ってる。ほんまやな。勢いで決勝行ったからな、あの。ったな、あれ。ほんまの意味でやっぱピンネタ完成してないまま。R1 はそうやなとか考えながら見てたら、くそー、みたいな気持ちもあったな、ちょっと。うわ、おもろいなーっていう。やられる、やられるっていう。そうね。 そう。だから、MC やってなかったら絶対出てたやろしな。熱い。熱い。<laughs> それ、いやでも MC、でもそれをケントとかに言ったんよ、その。うん、いや、俺どうなんみたいな。うん、優勝して、ね、素ない。そしない優勝してるけど。うん、いや、そう、決勝行ったとはいえ。うん、この MC、俺もた変、うん、えよ、みたいな思ってんちゃうみたいな。うん、だケントとかはもうやめてくれって言ってたな。<laughs> 勘弁してくれって。 ああ MC はもうできる人は少ない人、ね、から MC でその運命を別の戦いしてくれって言ってたからそのありが、<ー>その方がありがたいって言ってたなやっぱ。そうかそうか。それもあるんですよねやっぱ一枠。あー MC やってたやつがじゃあ <laughs>、うん、一枠埋めて相方が MC ってななんかちょっと変やしな。あまあそう、カンテレはね別にそんなことしませんが <laughs> うんそう思われてもおかしないか。 なんかな、なかスタッフさんと、ズブズブやから上がってきたみたいな変なことにもなるしな。ななねうん、まあなあ、むずいな、うん。まあでも、そうやな。芸歴制限がないんでね。もういつでも。まあだから MC 降ろされたりとか。 今後そうそう、したら全然もしズームで分からんけど、次、粗品さんが、俺がチンチン出したりとかしたら、自慢のチンチンどこがやねん、おいやかましいわおい誰がやねん、おいいかおい誰がチンチンかい落ちやい俺また次、俺ズーム。いや、ズームか分からんよ、その、なんかね。なんか、スレッツかんか分からんよ、新しいスレッツ。新しい SNS で、やらかしたときに、全然ある。 うんいや、だからね、暑い,いのよ、結局、ショーレース。暑いネタいいいいなで、現場で見てたら余計その、うん。熱波というか感じるしね。一年仕上げていきたいんやろなみたいなもんな。素敵やねんなやっぱ。うん。ほんまに、ネタで、いいなドラマやなー次の賞ーレースは何なんですかセカンドか。 セカンドですね。<ー>セカンドもだから、メンバーつい。うん、え、予選みたいなまだですよね。この前言ってた。もうちょくちょくやってんのまだか。もう戦、え、今、えー、今日、あ、今日、うん、ほん<本>。今日、今日明日、ノックアウトステージ。あ、もうじゃあ今日の結果出てんの誰が勝ったみたいな。出てんのかな土日あ、今日、あ、日付変わって今日や。 で、決勝メンバーが決まる。あ、マジ<ー>そんなすぐ多分すぐ。ノックアウトステージやからすぐなんちゃうん。一、えー、回戦だけやるかもしれん。ああ。あ<ー>16になる。そうか。トーナメントの一番下。ザ・セカンドかー。いや、応援したい人おりすぎるな。い<や>セカンドはセカンドで。そうやねんな。特別の大会やな。でもおお、若手からしたらやっぱおもろいよな、そんな。 師匠も出てるしなザ・ボンチ師匠。ザ・ボンチ師匠も出てるし、少々さんとか。あ、そっか、少々さん。もう出てますよ。んんすげえな。そうや。もうだから全部出れるんちゃう今、全芸人。R1 も出れるし、<ー>ザ・セカンドも M1 終わった人出れるし、キングオブコントも芸歴制限ないですから。出れる。W も10年以下とかないっすよね、多分。ないなないんや。もうだから全芸人出れんねや。いいね あー制限がなくなったんですね、もう。ほんまやな。すごいね。すごい、賞レースが。熱いなぁ、いや、これは、お笑いファン。ね、いや、楽しいやろな,なや楽しいやろな祭りが、こんなに増えで。増えたもなぁ。増えたぬきち商店。たぬきちやん、お前。動物の森に <laughs> いやい何その語尾。増えたもんなぁ。たぬきちことたぬきち商店のた地商店では、あの、続けてボケられんねんけど、ピンポイントすぎて。たぬきたぬきちいや、その、もうちょっと、ああたぬきち商店のやろうけど。あ、ごめん。商店のやろけど。あ、ごめん。たのやろうあん。の喋りうああ、ん。いやそうか。 な、いや、なんか、<ー>芸人楽しい時代かもな、今。こんだけチャンスあってというか。おもろいなぁ。おもろ劇場もおもろいしなすごいねぇ。いやぁ。いや、つい z a z とかも集まってたなぁ。z a z 今年、えー、出てなくて出てない。これは、z a z は一回出えんかってんて。えぇ<ー>。うん、やっぱり。なんでな。いや、なんかなぁ。めっちゃ熱い話したはずやねんけど、覚えてない。z a z だけ。 まあ、それもそれで映画。いや、なんかザ、ザズの考えやと思う。うんうん、その、そう、そう果たして、そう、ずっと出続けるのがいいんかとかもあったと思うよ、その。うわーでも絶対出たいみたいなの言ってたけどな。いや、だから、おいでや、ソ田さんとかな、ヒューマン・ナ村さんとか。はい。はい、また見たいね、決勝の舞台で。見たいね。ああ、復活組が。すごいからなーあるわ いや、盛り上がって欲しいな。いや、おもろかったな。うん、もうこっからピンクさんがどんだけ売れるかで、またバカにされへんかどうか大会が。いつ。そう、もうこれ顔ですから。R1 だけその, <laughs> その、バカにされるかされへんかの瀬戸際なんや、ずっと。<laughs> そうやねんな。<laughs> バカにされるすぐ。かわいそうすぎるだろう <laughs>、うん。バカにしやすいか知らんけどよ <laughs> なん、なんか、そうやなマジ一むずいかマニアックなんかなあ、そうか。一人芸。一人芸。めっちゃおもろいねんけどな予選とか準決勝とか。最高やで、ほんま。放送尺。ま、これはもう、大人の事情やからなんとも言われんけど、放送尺伸びたらなそうやななんかもっと平場で、その芸人さんのトークとか個性とか伸ばせる仕事もあんねんけどな頑張って。これでも30分。 伸びた方やん,なかた伸びたんですよこれは短いまあそれ短いねタイトやな一番短い賞レスで多分2時間で9人の中でチャンピオン決めるっていうもうとにかくタイトなんですよだからもういらんことできへんねんな今回良かったからでも次3時間とかありえるぞやってほしいねやってほしいマジでそうやな全然あるんちゃううんいや独裁くんもね独裁さんもうんすごかったよ アアマチュアでな4位やろすご,すごいなすごい4位うん<ー>すげえな鎖井さんもすごかったしな結構点数ばらけたなうまいことなで結構詰まってるね4位以下458点457点455点452点詰まってますねしびれるねうんいやほんで薩摩川は結婚した急に <laughs> おめでとうおめでとうなあパイパイでかみちゃんとでかみちゃんのラジオねたまにいじってましたよねでかみちゃん,なんかな一時期ずっと、ね、聞いてくれてんねんなパイパイちゃんパイパイちゃんパイパイ,イ,イちゃんとすごいねあの会期すごい芸能人夫婦やで二組すごいやんえそんな取りオおったかな <laughs> い,いやいや、もう、かつてないな。かつてないな。えぇ、ー、ネプチューンさんでも一人やもん、名倉さん。一人やな。えぇ海人。一人おで。だから、イエス・アキと、<う>まだ結婚してないよな。してないね。えぇ、ー、め、震えてんじゃん、今。めっちゃ期待されるやん。いや、これは期待やで。芸能人、芸能人。えぇ、ー めっちゃ暗いけどなあいつは普段暗い普段暗い普段暗い昴生さんぐらい暗いああ昴生さんも暗いい小池すごいねすごいね薩摩川がもしかしたら本番中に R1 の言ってたなわざわざ挨拶来てなそうそうそうエンディングでもしかしたらなんかチャンスあったら言うかもしれないですんでチャンスなかったなないねちょっとなあれはむずいな ファイナル3組残ってたら、そうやな。チャンスやったよな。一番いいのは優勝して言えたら、最高やな。うーん、確かに。やっぱ、3組残ってなくて、結婚しましたーで、えーってなって、意味わからんもんな。意味わからん。まあでもおめでたいね、すごいな。いや、本当にピンクさんお願いしますよ。ピンクさん、あの、カバーあげてください。下振り明星のオールナイトに。いや、マジで福本先生来てほしいな。 おー。ーはい、いやーちょっと聞きたい話めっちゃうな。大ファンですからね我々もろいな。哲也もん白いね。クリーピーナッツ with G マ。<S <S <S 好きな音楽と G マで最高の時間を <S 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 遊べ G マ。 飲酒は二十歳になってから今夜のクロコの独り言あれには何が入っているんだろうどこまで運ばれていくのかな仕事でよく使うので街でふと見かけると気になっちゃってる私がいます以上調達担当柴田さんの「コンテナの話ね」でした「サプライジングセラミックス NGK 日本外資川口春奈です24時間日 一体これは何のキーワードでしょうかそうこれは JCB の不正利用検知のキーワード年末年始もゴールデンウィークも寝ている間もいつでも不正なカード利用がないかチェックしています今この瞬間も安心ですね JCB 子供食堂ってみんなの居場所なんです子供でも大人でも一人でも家族でも食いしん坊も おしゃべりもテレビ屋さんも一緒に食べる温かさが笑顔を灯してくれるから心をつないでくれるから美味しいねって言い合うともっと美味しいんだよね AC ジャパンはこの活動を支援しています スポーツ選手ユーチューバーイシー,ー近い将来今ある仕事のおよそ49%を AI などが担えるようになるという予測があるまだ見ぬ仕事や働き方が生まれていく白紙の未来子供たちと向き合い共に歩んでいく社会へ AC ジャパン日本放送キーステーション全国36局ネットで放送中下降り明星のオールナイトニッポン 水素社会を実現したい通れならできる鉄より軽くて強い糸で飛行機を作りたい通れならできる石油王になりたい通れではなれない半導体の分野に挑戦したい広がる無限の可能性通れならできるキッチンで夕食の支度をする人がいますオフィスで 部下の資料に目を通す人がいます。夜景の見えるレストランで支払いをする人がいます。パイロットになる夢を発表する子供がいます。想像したのは男性の姿ですか女性の姿ですか無意識の偏見に気づくことから始めませんか AC ジャパンお母ちゃんはお父ちゃんの分も頑張ってる俺はプチ父ちゃんやなってお母ちゃんでお父ちゃん子供時々お父ちゃん突然の死別で家族の形が変わっても子供たちの未来は守っていきたいから「足長育英会」「ACJAPAN」はこの活動を支援していますこんにちはボートレーサーのナコです 私はずっと男女関係ない世界で勝負するのが夢だったそして出会ったのが男女が一緒に戦えるプロスポーツボートレース女子が一番を目指せるプロスポーツって燃えるよね詳しくは新ボートレーサー募集で検索経験ゼロからプロアスリートになろう体も心も健やかでありたい患者さんの切なる思いと健康の尊さを私たちは肌で感じてきました医薬品事業と 在宅医療事業の二つを持ち、患者さんとの接点がある低人ファーマならではのことです。一人でも多くの方が幸せを感じられるように、患者さんと共に歩みながら、低人ファーマだからできることにチャレンジしていきます。あなたの健やかな笑顔のために、低人ファーマ。音楽ライブと自動運転バス。 足湯と水素ステーション。私と羽田。本当のイノベーションは、思いがけない出会いから生まれる。羽田イノベーションシティ。この街を訪れるすべての人に、イノベーションを。100年を作る会社、カジマ。あのさ、俺のいいところって、どこうーんとねー優しい あいや、そうでもないな。えっと、頼れるわけでもないし。えっと、あの、うーん。ないんかーい彼のいいところを見つけるのは大変でしたが、中古車なら、いいところをすぐに見つけてくれる。それが、中古車買い取りのガリバーなんです。いいとこ探しのプラス査定。車種、年式、走行距離で、おおよその値段がわかるんですって。012066-4747。47 47 日本放送キーステーション全国36局ネットで放送中。霜降り明星のオールナイトニッポン。霜降り明星の粗品です。セイヤです。えー、山口県ラジオネーム、福増水。開示店では様々なグッズも販売されるそうで。 4000円、うん、以上購入すると、原作にも登場したティッシュ箱くじ引きに挑戦できるそうです。あーあ、ったな。丸が描かれたティッシュを引くことができれば、グッズの購入金額をその場で金額キャッシュバックされるみたいなので、今から非常に楽しみです。いいねーいいですねあの、カイジがな、あの、トネ川に仕掛けた。兵働<土>ああ、そう、ええー、いや、兵働やな。<土>そう、最後。 そうそそうう、ですやりましたよ俺僕も体験させてもらいましたうそ4000以上使ってないねんけどはいあの誰と一人でえ黒服定員黒服やって定 i グループの黒服おんのうん今日だけかちょっと分からんけどサングラスかけてスーツ着てマジかよお引きくださいとか言ってあいつら名前あんねんな全員蛇沢とかあのあんねや利根川利根川も見てます先生 名前覚えるシリーズめしようね。そうそう、トネ川が。あるな。あんねん。あるある。黒服にもめっちゃ個性あんねん、全員。あるあるある。めっちゃアホなやつと来んねんな、実は。おもろいなああ、いいね。いや、これいくよ普通に。ただまあ、あの、あれですよ。え、全部に折り目ついてました。え全部表動。全部平等だから逆に、イカさんはできるようになってあ、そうか。 おもろかったなぁ。あいいねめちゃくちゃいい。めっちゃええな二2000円弱でいける。いや、ちょっと、班長コーナーとかあんのかな班長コーナーあったで。班長がいっちゃおもろいからなぁ。班長と写真も撮れるし。<laughs> 嘘 <laughs> 班長が、しごろさいを今にも振る瞬間。<ら>魔力しごろさい。魔力しごろさい。の、このオブジェみたいなって。<laughs> マジかよ。写真撮れるって。えぇ、ー。めっちゃええや 東京都ラジオネームパクチー撲滅派。ゼロ時代を含めて4月から6年目突入おめでとうございます。<イ>今までの放送で私が印象に残ってる回といえば、2020年10月9日放送のゼロ時代。うん、これ何かわかりますか、蘇神さん。2020年10月9日、全くわからんぞ。ゼロ時代。何やろ ?2020 年の事件。事件事件やな。 ン時のヒロイン。違います。うーん。ハゲに行ってたんか。その二つ事件なんよハゲに行ってたと3時 <laughs> <件>のヒロイン。事件や。正解は、聖夜さんが仮眠に失敗して、放送開始13後に土下座でブースに入ってきた回です。ああ謝罪の意味を込めて陰謀を引きちぎり。 その陰謀で粗品と書いたのがモザイク付きで、今も番組ホームページに載っているので、の私が凹んでる時、たまに見て元気をもらっています。<laughs> なんで陰謀で粗品って書いたんや、俺。やば。クレイジーやな。<laughs> えー、仮眠失敗とか言ってたな。3時の時な。3時で遅刻するみたいな。<laughs> ありましたね。まあ後にも先にもあれだけか。6年で1回。そうやな。いやいや あったなぁ。ありましたね。一回だけか。<ー>そうそうそう。受けざして入ってきて、<ー>そうや、サスケのセカンドステージの、ベルトコンベア、はい、つくばるやつみたいに、そう <laughs> いうふうに覚えてるわ。<laughs> あったあった。うん。寝起き<ー>そう、寝起きでなんかもう、全然頭回ってなかったな、ほんとき。事件なぁ、確かになぁ、そんな、5年やってたらあるかぁ。そんぐらい。うん、6年目ですからね。 うん。懐かしい。懐かしいね。まあもちろんその、畑が喋った時とかもあるし、あります。クララが立ったばりのね畑畑、畑が喋った。畑が喋った。事件もあるしな。あ,あるしね。いろいろあるね。うん。ジョ 二部時代に闇落ちした聖夜さんです <laughs> 闇落ち。闇落ち。元気オッキーで歌わせてを歌うためにスタジオ飛び出しギターケースを持って戻ってきた聖夜さんに対して粗品<ー>さんが、まだギターが入ってるとは断定できない。マシンガンが入ってる <laughs> めっちゃおもろいやん。<laughs> 俺は殺されるかもしれないと。<laughs> ずっと騒いでたのがめちゃめちゃ面白かったです。<laughs> おもろ。<laughs> ありましたね。こんなおもろいこと言ってたんや。 俺だ、気づいてないからな、この時。あんだけ暗い奴が急に飛び出して。マシンガン入ってる <laughs>。確かにマシンガンが入ってるからな、映画とかやったら。あるよな。ギターケースは。怖いね。うん。そのまま撃つからな。全員皆殺し。怖かったねー。<laughs> ありましたね、それ。確かになー。<laughs> 今までなかったからな、急に飛び出して急にギターケース持ってくるのな。 もうとにかく異常やったからなその4日5日ぐらい、まあ、3日4日5日ああそうでしたせいやさんも急エグかったもんいや俺それあんま覚えてないねんなああ当時誰やったっけマネージャー酒井君かなもっと前か2000何年いつやっ直樹の時か分からんけど YouTube にも載ってるはずやその本当は暗いですねああ<ー>あの時期やな友達いませんみたいなな いや、俺も覚えてる。霜降りミキジットの時に、っっそうそう。はあ、大丈夫かみたいな。あ、朝っけ。うん。なんでみたいな。歩き方おかしいみたいな。歩き方おかしいね。<laughs> 怖かった、言い方として。いや、でもあれはほんまに今冷静に考えたら肋骨に響いてたやんうーん、その時期やったな。だからやっぱ骨折れて、ちょっと寝られへんかったよな、痛くて。ああ、確ってたんやろな、多分。 精神的に。あれ以来大丈夫だ。ちなみに。同じようなことないんおーおんまあ、ギターケース持ってきてないでしょ俺、ラジオに。ほん<ー> <laughs> まに、やばい時持ってくるから。<laughs> ああ、怖かった。そう。俺がやばい時は歌うから。あの、ラジオで,で。何やったんや、あれ。女子 <laughs> 怖い時代や。いや、まあでもそ、バカにはできへんというかな、その、<ー>岡村さんとか梶原さんとか。ああ。いや、だから俺、結構、その、言われたもん。うん この若いコンビのちっちゃい方はそうなる運命みたいな。はい,はい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 。うん、はい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 。はいそう。でも俺は歌って。乗り越えた。乗り越えた。<laughs> えたいいね。歌の力で。お聴く方じゃなくて。<laughs> 歌って歌乗り越えた。<laughs> で歌う方でな。いいね。じゃあ、大きいやで、じゃあ。ああ、そうやな。粗品さんはそうやな、まあさ。まあ、まあ、結構その、おかしい。しんどいみたいなもう、そう、割と、 しんどい時もあったけど。日頃から言ってたな、俺は逆に。やばい。とか、そうやな。確かに、うまいこと出してたんか。出してた、出してた。ああ。確かにな。適度にな。適度に。うん。寝坊もないしな、まだ一回も。ほんまやな、ラジオ。素晴らしいね。まあだから何回か体調不良で。ああ。休んでるとかはあるか。それはあります。申し訳ない。6年な。長いね、もう。長い。 これ、ナイナイさんは何年やってんのオードリー15年で、ナイナイ君は ?30! えぇ三 !30!30! えぇすごいな。3、十。長長いって !30 年毎週生放送。ディズニーランドとかじゃわからんね。30周年 !30 十年 長長俺らが一歳の頃からやってんねや。やばいね。そらすレジェンドやわ。やばいね。あ、やばいね。やばいね,やばいね。ええー、いや、これすごいね。長 !30 年一部やってる人、ほか、僕らより、うん。先輩誰すか星野源さんは ?9 年目 まあだからあの、乃木坂枠は、コロコロ変わるもんね。ああ、アイドル枠というか。あ,<ー>あそこ、何年やってんのやろ、乃木坂で。3、4年。あ3、4年。じゃあ俺ら、4番目に先輩ですか 7, ?7 組いて。先輩っていう数え方するのかなあ。あと、あと誰？あ、山田裕貴君と、ちょっと先のおかな。山田裕貴君、すごない普通に。 一人で。確かにね。まあ、俳優枠か。何や、それ。えそんな、そんなこと言うな俳優言えやろ、俺らがなんか、吉本役やろとか言われたら。まあ、そうかもしれない。一番嫌やねその言い方。いや、山田裕希くんなんかなんかコラボしようや、初めて。今まで俺ら一匹狼やってんかな。あ、ほんまやな。一匹狼やな。オールナイト日本内のね。ほんまやな。レギュラー、絡みみたいな、やっとできんじゃん。ああ、山田祐希くん。山田くん。ちゃんとかもおるで、二部に。 コラボ。ふわがなんでラジオやってる <laughs> ええふわは元気にスタジオ盛り上げんかい <laughs> いや、だから、ラジオでも元気に。俺芸人に譲らんかいラジオなんか。ラジオの花形やねんぞ。ラジオの花形。芸人オールナイトニッポン。<laughs> ああ。いや、うわちゃんとかおるし。なんでふわわわ。ねあ、うん、はいはい。いろいろ、いろいろおるで。今、クロスもあるしな。佐久間、佐久間信之さんとかは。佐久間さん逆にすごいな。ずっとゼロでやってはんねや。 めっちゃ忙しいのに。<ー>すごいね。これは、これで佐久間さん美学があんのかなこの芸人じゃないから、一部は。ああ、なるほど。そら奪えません、みたいな。要ソロ。すごいな。んヤーレンズさんが月一 <laughs> へえ、すげえ。ヤーレンズさんのさ、潜在の奈良原さんの顔怖ない怖いね。これやばいよな。<laughs> 結構ドキドキする怖。いやいもっとなんか、ちょっと奈良原さんその最高感あるって。 美容室にな、こういうマネキン、あるけどな、<laughs> 口開いてジョーカーやもんな、もう表情。これはちょっと怖い。怖いよな、奈良原さん。奈良原さんダメ。<こう> <laughs> 怖すぎる。いや、すごいメンツやね。芸人多いですね、やっぱね。多い。マジラブさんも、<ー>そうか、二部か。チャンピオン。いや、ひしめき合ってるね、本当に。俺らありがたいな、こ一部で金曜でやらせてもらって、ほんま。 ありがたすぎるあのー、<ー>もう2部ほんますごいからなすごい3時からずっと動画も映ってるしないやーやってましたからね <laughs> すごい、ね、さではコーナー参りましょうはい霜降り交友録想像上の芸能人有名人の言動をせいやさんがモノマネを交えて紹介するコーナーです <laughs> 目黒くラジオネームフジデビン 3月15日、霜降り恋録を聞いて、自分のネタに関して物申す武田真治さん。つやくん、僕もあれやりたい違う。<laughs> 違う。違うなぁ。違う。違うこいつ違うね。違う。違う。もっと、その、ストレートでええねんよな。違う。目立ちたがるから、こいつ。<laughs> えー、静岡県、まあ、架空なんでね。<laughs> 架空ややだよ、さら。静岡県コンバットマグナム。 3月12日、売れてない先輩芸人から、どうせ俺のことをバカにしてんだろうと言われ、フォローすると見せかけて、とどめを刺す、おぎやはぎやはぎさん。うん、いや、そんなことない。みんな一番すごいって言ってますよ。なかなかこの能力で、お笑い続けれませんから。はおー。やはぎさん。やはぎさんやな。すごいな。えー、神奈川県武見。3月9日なくしたと思っていた鍵をベッドの下で発見する渡辺直美さん。 あーら、ここに隠れてたのね。い <laughs> やいいね。なるな。ディズニーやん、もう。えー、神戸市チーズケーキ夫人。3月12日、アンチからの手紙を読んでいるキングコング西野さん。うん、えっと、今日分かったのは、俺のアンチってとても G が綺麗なのね。<laughs> やろなこの感じ <laughs> あーええー、なー <laughs> 言いそうやもんなえー、な西野さん、ね、ちょっと余裕あるしゃべり方、ね、ああアンチ <laughs> あるあるいじる兵庫県西宮市ラジオの昼晴れの時計台。3月13日フリーキックでボールの前に立ち味方と話すゆうちゃみ多分壁何人か飛ばへんと思うから下狙うってうのもありやと思うねんな下行ってみる下行こうかうち行くわいい行ってい <laughs> <laughs> いや、<ー>の下狙うん、エグいから。エグいんや。いや、エグい。あれ、説明した。誰かないや、ロベカルとか。<ー>ロベカルじゃないわ。うん。ロナウドとか、ほう裏書いてるわけな。メッシとかやったと思う。すごい。愛知県名古屋市ラジオネームサラリーメン。3月13日。親友とは何ですかと聞かれたタモリさん。足音が、 いい音だなぁと感じたやつのことかな。うえー、しぶ。<laughs> 何そのい,い表現。わか,からん。にそだよ。大転のがれ小説や。大阪府ラジオでもそら失礼。三月十五日暇な時間帯にバイトの男の子に声をかける店長のたぬかな。 しこっといたらいやいやちょ待って。ついに、タヌカナ。いやいやびっくりしたわ、今。<laughs> オールナイト日本デビューですか <laughs> やっぱ、こういうロックなんで。いや、す、まあ、まあまあそうやな、あんま。先生ね、タヌカナ先生。タヌカ先生。すごいから、あの人。タヌカえぐいからね。えー、神戸市チーズケーキ夫人。<laughs> 3月10日、カラオケで後輩の選曲に変なツッコミをするジャルジャル福徳さん。は お前、カラオケの一発目にビーズ歌えやつおんの一発目はジャネット・ジャクソンやろズレてんなぁ。<laughs> この人ズレてんねんな、正直。歌わんなぁ、ジャネット。<laughs> 感覚が<は>。<laughs> まだマイケルじゃん。マイケルやな。<laughs> おかしいな、こいつ。東京都モテヤマス・サチモス。3月12日、夏木マリさんの代役として CM に出演した関秋夫さん。子供、晩ご飯どうするのユーマーイーツでいいんじゃない<笑><笑> 何がやねん。UMA、ウーマ未確認生物。ああ、はあ。ユーマウ、ウーバーイーツな。はい。ユーマイーツです。2ポイント。まずいやろ、ユーマイーツ。食べたことない肉くる。ラスト。鳥取県を残しラジオネーム、白番単。3月12日、日本アニメ界の長年の謎に迫ろうとしている千原兄弟の誠じさん。あの、サザエさんの、タマの声優のところ、 派手なマークになってるやろああそうかそうか俺今度そいつと飲むねなんでやねん <laughs> なんでやねんなんで知り合いやねん <laughs> 顔広いや顔広いし<笑><笑>すごいおもろいなこれほんおもろいな 2>, <う>2ポイントえ SS アットマークオールナイトリポンドットコム後先は SS アットマークオールナイトリポンドットコムこのコーナーメールはせいやが選んでますメールの件名こういうロでお願いします おいいねやっぱこのねインフルエンサーもどんどん取り入れるのがやっぱ面白いですねいい <laughs> ですねいいそうだしなるほど霜降り明星「オールナイトニッポン」「のオールナイトニッポン」「霜降り明星の粗品ですせいやです」 <coughs> さあメール、えー、大阪府ラジオネームウミンチュ30周年ですが『名探偵コナン』の連載が1994年で30周年でしたすげえコナンが何千もの事件を解決している間にナイナイさんは毎週喋っているようですお前やなそういうことや <coughs> 30年30年果てしないよでもコナンの30年も半端じゃないなお前などういう意味すごいなどういう意味え え、どういう意味 <laughs> コナン30年どういう意味多いね。あんなトリックなあ<う>種スキルどういうことほんまにトリックと。すごいな。毎回がはん、人死んでんねやろほんで。まあまあ。大体。大体。だからそろそろさ、うん、あの、映画であったじゃないですか。あの、天国へのカウントダウン。 ありましたね。ツインタワービル。そうそうそう。富士山が、みたいな。あれの犯人覚えてるあのおじさんですかねあの、そう。もう、おじいさんと言ってもいいよ。もうなんか、意外なんですけど、いねはい、あいつが富士山の絵を描いてきたやつが犯人で、うんで、静岡のどっかに、ね、だから富士市とか、多分富士山ががっつり見えるのに、タワーを建てたせいで、そう。見えへんようになったっていうことで、あ,<ー>あいつそろそろ出てきてんじゃんか。えねん、それ。<laughs> むしょからいやいや静岡で俺ら番組やってけど、うん、そうやな片山さんこれ大丈夫ですか、ね、大丈夫刑務所ないねんコナンの世界にな <laughs> もうどっか行きはんねんあれあれ結構前やで結,結構前やで,で初犯やと思うねんな何やねんそれで初<犯>その年寄りやし服役とかもしかしたらわからい、うんいえいや大丈夫大丈夫か おチョコをな割ったやつをな歯がゆかゆかやねなやってたけどな俺がやってるでってなぜか残すんですけどそういやいや大丈夫あのコナンに刑務所とかシャバとかないから30年やもんなあいつ捕まってなんねえやもんんやねんそれ <laughs> いやいやそんな結構経つやろでもな,な有名犯罪者じゃないやあのおじさんあいつ捕まってでももう2周年ぐらいになるんじゃん下手したいやもう獄中で一生終えてるよ19年とかだからまあまありうん いや、結構経つぞ。いやい,い,いや、まあ、ひどい、ひどかったけどな。ひど,ひ,どひどい、ひどい、ひどい。だって、みんな、そうやな。うん、子供も巻き込まれてるからな、あれ。うん、あれ怖かったよ。めちゃくちゃ危ないうんちょっと気ぃつけてください。えー、えー、なん、こうなんの。えー、ゲストの歴史。東京都北区。茶畑。厳密に言うと、粗品さんが読んだ形だったと思いますが、予告なしでほんまや ナス川天心さんがゲストで来た時はめちゃくちゃ驚きました。ああ、世間でも大きな話題になった、タケルさんとの対戦後初のメディアだったこともあり、不一にパンチを食らった気分で面白かったです。ほんまや。すごいな、これ今考えたら。伝説の一戦、終わりに。一発目のメディアでしょ。そうや、そうや。いや、よう来てくれたな。<laughs> なあ<ー>。下森明星のオールナイトニッポン選んでくれた。 天使、ラジオ、めっちゃ、あれやで、興味あるって言ってたで、ラジオやりたいんだよね、みたいな。へ<え>日本そさ、声かけたら。あ、興味あるっていうのは好き。で、やりたい。いやいや、うん、なんか、聞いてるじゃなくて。聞いんだねてるよ。そうなんや。 一応文化放送をおすすめしておきましたあらららあ野上さんが <laughs> え、まま、豆でっぽく食らった鳩みたいなポカーン <laughs> ポカーン, <laughs> ポカーンこいつから言い出したのにね <laughs> 岡山県ラジオネーム「豚のまぶた」ゲストの乱入ですが前の時間の「オールナイトニッポンクロス」を担当していた丸山イさんが乱入してきたのを覚えていますえ覚えてない当時大流行の「ハにャを生み出した美術部員 井上千秋かな <laughs> 井上千秋として登場し、ソシ、はい、さんがそのワードについて、どうやって流行らしたんとめっちゃ食いついてました。えー、ああ<ー>言ってたかもな。新しい鍵でも共演しだして、ぐらいかななんか。かなかなああ,<ー>あ,にあったな。あった。あ、これ、そんな流行ったんや。新しい鍵のやつ。 新しい鍵じゃないんや美術部員ってではないか新しい鍵が乗っかったんかなへあない丸山礼ちゃんのピンゲーうんえ何、ー、やさあそれではコーナー参りましょうピ、はい、リオドチャンピオン TBS オールスター感謝祭で後世に語り継がれる計11回のピリオドチャンピオンを獲得し私がいろんな分野のチャンピオンを発表していくコーナーです出すぎやろ 北陸新幹線の金沢から鶴岡が今日3月16日に開業します。あ、よかったえ、気になる新幹線の速度なんですが。速度 ?Y99 イナイナの走る速さとちょうど一緒らしいです。遅すぎるやろ <laughs> 遅いか。遅いまあ、長距離ランナー、ね。いやいや、4分遅延するで、じゃあ。ええ、要はわ、ハンデ。4分待つやつ。これオファー来たいや、もう来てないので、もう来てないです。やばいかもね。だって。二、うん、人で走ろう。<laughs> いや、噂によるとね、うん、その新しい鍵のスペシャルがあるんじゃないかい裏ですから。じゃあもう出れへんやん、出れないっすよ。どっちも出るってこと無理っすかね。いや、無理ですね、これは。無理か。さすがに。すいません、<laughs> 今回は。なんでそんな出たいん、感謝祭。<laughs> 連覇かかってたんで。葛飾クラジオネームポストカードクラフトスマン。競技で呼ぶなよチャンピオンはこちら。 お相撲さんですおめでとうございますほんまやなお相撲さんサッカーさん野球さんって言わんもんな言わんな確かにね東京都足立区ラジにもオラゲンオラゲン元安全漫才アラポンの信じられない肩書きチャンピオンはこちら <laughs> <laughs> ひょうたんアーティストさんおめでとうございます <laughs> <laughs> すっげーすっチャンピオンでもなんでもない,ない肩書きやんいや一人しかおらんの、ね、エントリー <laughs> 埼玉県ラジルムストレンジラブ 浜辺南くらい水属性の名前してるチャンピオンはこちら。<え>池井戸純さんおめでとうございます。<laughs> すごいね。池井戸純や。水属性やな。あー純もな、なんか、水っぽいしな。ふるおう。葛飾ラジオネンポストカードクラフトスマ二20時58分ぐらいにラスト数秒あるチャンピオンはこちら。 めちゃいけさんです。おめでとうございます。<laughs> あったな,ーったなめちゃいけ懐かしいシリーズ続いてんなめちゃいけ懐かしいシリーズ。あった。来週もまた見てね。みたいなな。あるある。あった。一くだりだけ。あった。大阪府豊中市ラジオメンリック。毎回こけて終わるけど、なんかかっこいい終わり方、ナイン会チャンピオンはこちら。<laughs> サーフィンさんです。おめでとうございます。いや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 。<laughs> えー 言い方すんねん毎回こけて終わるいや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 お前やな。<laughs> やなんて言い方すんねんそれ <laughs> <laughs> いやそのかっこよく終われよもっとどんだけ上手い人でも最後こけんもんなこけ終わりいい漫談やな 2> えー、2ポイント差します東京都中央区ラジオネームニコニコプン、うん、もっとうまいことやれんのチャンピオンはこちら4基あるエレベーター全部同じ動きしてるやんけさおめでとうございます やってくれうまいことやってくれこれ止めとんねんイフが上で <laughs> <laughs> へえベーター止めとんねん酒井や塩見君がえー、長野県飯田市ラジオネーム頑張れ山岡えまだ来るよねチャンピオンこちら <music> 居酒屋でコース料理の2品目が鍋だった時さんですおめでとございます <laughs> <laughs> いやーコース料理はめっちゃあんねんな、うん 言いたいこと <laughs> そやな <laughs> 愛知県名古屋市ラジオのスモークアイス死ぬほど焦ってるんやろうなチャンピオンこちら <music> テスト当日しょんべんしながら教科書見てるやつさんですお <laughs> めでとうございます焦り <laughs> すぎやろ焦ってんなおったこんなやついやおらんかったけど死ぬほど焦ってんなおる,おるんかなもしかしたらえーうん、ええどうされましたさてと。<れ> どうした畑さんは普通にメールを渡してあげな粗品がどうしたいやめっちゃ目あったから初めてぐらいすいません記憶のぞかれてるぐらいわかった滋賀県なじのラールランラールランお願いだから一人にしないでくれチャンピオンこちら美容師が何か取りに行った時さんですございますちょっと不安になるかもな この状態でみたいな。ああ、目隠れてる時とかな。うん、岡山県岡山市ラジオネーム、すっやか。うん、歌詞そのまま読んだら、セックスしてるやんチャンピオンこちら。えあんあんあんとっても大好きドラえもんさんございます。何やねんそれ。してないわ。おいしきな、してない。<laughs> おい。どんな切り口でいじっとんね。<laughs> えー、広島県東広島市ラジオネーム、7のバイス スポーツ漫画のお決まり展開チャンピオンはこちら。<music> 主力メンバーがバカで大会出場が危ういからみんなで勉強会さんです。おめでとうございます。<laughs> <れ>いやー、これはおもろいとこな。おもろいとこ。ほっこりエピソードな。<laughs> うん、スラムダンクとか。<laughs> ラスト、東京とラジオの顔丸。これ感電したりせんよな、チャンピオンはこちら。 バイト先で入り口の看板を出すときに、屋根みたいなのがついたコンセントに繋ぐときさんです。おめでとうございます。<laughs> <laughs> 屋根みたいなのがついたコンセント。<laughs> いやね、下からぶっかっある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 はあのお店しか持ってないやつ<ー>とんでもないワット数あるんちゃうかっていうな <laughs> あれ怖いな感電する雨上がりの人がな,あるなあ怖いなあ,ありますね以上です s s s r t m a r k o n e n t o i p p o n c o m あと先は s s r t m a r k o n e n t o i p p o n c o m 感電のやつ2ポイントでお<ー>このコーナーメールは粗品が選んでいますメールの懸命チャンピオンでお願いします 小明星のオールナニトン続きましてこちらのコーナーです野党ボケとツッコミをワンセットにして送ってもらっていますえーラジオネームレディオッツこういう話をしてると税理士が集まってくるって言うしね3月末の怖い話<笑><笑>夏じゃなくて、うん、納税の期間で確定申告確定申告いいですね、うん えー、愛知県名古屋市ラジオネームサラリーメン。あれリップクリーム変えた気づきすぎてキモいやつ。ああ、いいですね。ええー、なーキモいなリップクリーム変えた<ー>なぁ。いかキモい。えー、葛飾ラジオネームポストカードクラウトスマン。小福亭鶴瓶。こいつ、ほんまおもろいやつやで。 誰に対しても言うからそんな嬉しくないそんなことないって。いや、そんなことない。いやいや。言われたら嬉しい。そんなこと言う人おらんねん、鶴瓶師匠に。そうやな。トトのお白じゅんの白番お腹減ったからさ、いつものレンガのお店で牛丼食べようよ。好きやを外装で認識する奴おらんやろ。<laughs> <laughs> ああ、ほんまや。 これいいですね。レンガの壁やったな,な。あるけどな、そういう言い方。<laughs> あの、おしゃれなレンガのバー行こうやとかあるけど。<laughs> 好きやおいい、ね、これいいですね。あ3ポイントはい。葛飾ラジオネームポストカードクラウトスマン。背番号57577 <laughs> <laughs>、ね。夏井先生が始球式に来た夏井先生が死球式に来た 五七五七七。ああ。いや、いいですか、ね、<覚>面白い、ね、いいね。えー、<laughs> と、京都府総楽。ちくちくのちくわぶ吐いていいのは、本音と弱音。バーのトイレの張り紙。おはあ。あるな、そういう標語。格言な。本音と弱音 <laughs>、えー。埼玉県ラジオでもストレンジラブ。ねえ、第一印象派は誰が良かった 合コンに参加したゴへえー、いいですね。いや、いいですね。印象派。印象派。第一印象。いいねいい2ポイント。いいね。面白いな、今日。東京都モテヤマスサチモすいません。コンドームってどこありますかどんなに見つからなくても、コンドームは自力で探すだろあーあー。<laughs> 普通聞かんか。行かれてるよ、こいつ。<laughs> すいません。行かれてる。コンドームでも。コン そう、見つけにくいけどな、コンビニとかのコンドーム。<laughs> ーマジで見つからんから。かいいですね、2ポイント。えー、勝地ラジオネーム、ポストカードクラウドスマン。ずっと好きだったんだぜ。えー、相変わらず綺麗だな。おじさんがキモいだけの歌。えぇ、ー、すごいこと言ってるやん。<laughs> いやいやいや、純愛やろ、わからんけど。<laughs> ど鳥取県な子市ラジオネーム、白番ン 俺、そんなの、コピー用紙以外で見たことないわ。英語ランクの肉初めて食うやつ。英語や。ああ<ー>。言うかもな。統 <laughs> 計取ってほしいな。いええー、な。東京都八王子市、ラジオネーム、怪獣戦車。いろはにほへと、ちりぬるを。我がよ、タれぞ、つねならん。ういの奥山、今日越えて。 朝木夢虹、酔いもせず。ちりぬるを以外、ガチすぎるだろ <laughs> いや、いや、それは、それはどういう、どういうことですかそれはね、うん、<laughs> 人によるやろ、うん。いや、キャッチーじゃないだけでって思う。<laughs> ガチすぎるだろ。群馬県ラジオにも間にタたキ日、私の夢は粉々に砕け散りました。 夢は柔らかいイメージだろう。何やねん、これ。気持ちの話続くな。気持ちの話やな。何やねん。うん。<laughs> まあ柔らかい。群馬県ラジオでもマニータッキけよ。こないだ、片足を上げてぐるぐる回ってたんだけど、どっち回りをしているのか分かんなくなったんだよね。見てる側でしかならんやつ。<laughs> いいですね。<laughs> いいすねあるな、そういうの。あれ、すごいよなすごい。2ポイント。埼玉県川越市、ラジオネーム、もぐり CM。今度の映画、ドラえもんは男性が育児休暇を取るのが当たり前の時代あいつら、あんま近い将来行かんねん。<laughs> ああ、いいですね。いいす <laughs> もっと未来いく<う>行くと。とかね、恐竜がいる時代とかねあいいね。 東京都八王子市ラジオにも怪獣戦車。宇宙って通信データの誤りが起きやすい環境なんだよね。例えば大気や雲の中を貫通して電波を送る場合はエラーが発生しやすいんだよ。地上では高品質な優先通信は可能なんだけど、宇宙ではそれが不可能なんだよね。宇宙の話やのにおもんないなああ、いいですね。<laughs> いいですね。いいですね。普通おもろいからな、<laughs> うちの話ああ。いいですよ。いいです。ラスト。葛飾クラジオのポストカードクラウトスマ R1 グランプリ2025。カルロス・ゴーン。カルロス・ゴーンがお送りするショートコント。お前は絶対漫談だろ ええー、体験談をちょっとは向いてないとええー、以上今日の野党はすごかったね SS アットマークオーレントニッポンドットコム宛先は SS アットマークオーレントニッポドットコムこのコーナーメールはせいやが選んでいますメールの件名野党でお願いしますいいですね どうもミキな兄のせ生です弟のあせ生です二人合わせて昴生亜生亜生こ生せい,あせい生言うてやっております、はい、さあお聞きの「オールナイトニッポン」では平日の毎日この時間にコラボレートニッポンを放送中ですはいコラボレートニッポンが企業からの依頼を受け月替わりのコラボ企画を実施しております今回のコラボパーートナーは トーレ株式会社。繊維や樹脂などの素材メーカーとして私たちの生活に欠かせない製品、サービスの縁の下の力持ちとなっているだけでなく、水資源の再生や宇宙開発に貢献する先端素材の研究と技術開発などでサステナブルな社会を作り出しているトーレ株式会社。はい。そんなトーレから仕事内容が他の業界に劣らず魅力的な企業だと伝えたいという依頼を受けまして、うん、こちらの企画をお送りしております。はい。特技からくだらないことまで自己 PR 対象 線や樹脂のような素材に限らず、水資源の再生や宇宙開発に貢献する先端素材の研究と技術開発なども行っている東レ。素晴らしい。そこで今回は特技からくだらないことまで、リスナーのあなたの自己 PR を募集します。うん、その自己 PR の内容が東レではどのように役立つのか、関係者の方にコメントもいただきます。はい。ではラジオネーム、アイスママルさん。動物と会話ができます。はい。地域猫の